こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日はバニラアイスを使ってスイートポテトを作ってみたいと思います。用意するものはさつまいも、バニラアイス、卵黄1個分、黒ごまです。ではまずさつまいもの皮を剥いていきます。1センチほどの厚さに切っていきます。切ったお芋は水にさらしていきます。これで20分ほどアクを抜いていきます。では20分経ちましたので水を切ります。でもう一つ別のボウルに移します。この時に完全に水気を切るのではなくて、水分が残った状態のままがいいです。ふんわりとラップをかけていきます。電子レンジ600ワットで6分加熱していきます。竹串を刺して柔らかいかどうか確認します。スッと通りましたので火が通ってますね。これを別のボウルに移します。これをマッシャーなどで潰すんですけども、今回ちょっとマッシャーがなかったので他のものを使って潰していきます。バニラアイスを入れていきます。お芋の量とか質とかでちょっとバニラアイスの量が変わってくると思うので、全部入れずにちょっと様子を見ながら足していきたいと思います。溶けて入れて練っていきます。手で丸めるのであまりべちゃべちゃしすぎないぐらいがいいかなと思います。でより濃厚なのが好きな方はここで溶かしバターを入れるともっと濃厚な味になります。にとって丸めていきます。卵黄を塗っていきます。黒ごまをのせていきます。トースターで5分から10分ほど焼いていきます。
できました。それでは試食したいと思います。うん、バニラアイスの香りがふわっとします。でお芋もしっとりしてるし、ちゃんとスイートポテトになってますね。今回はお砂糖を使っていないんですけども、バニラアイスとさつまいもの甘みだけで十分甘いスイートポテトになっています。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。